お疲れ様です。無料のビットコインのコーナーでございます。1円もかけずにビットコインを毎日もらう仕組みなんですけども、もうすぐ私これね 0.0002922 でしょ、もうすぐ3000になるんですよ。3000超えるとなんかこう年利がつくそうなんで、このビットコインが増えるペースが速くなるということなんですよね。その他今回はどうやってこの無料のビットコインで手持ちのビットコインを増やしていくのかっていうことについていくつかお話ししようと思います。まずね、皆さんやっていただいてるのがこのスロットだと思うんですよ。スロットを回してナンバーが止まったところで大体がねこの最低コインがもらえるんですよ。1サトシっていうやつですかね。で今回これもらったんですけども 0.4BTC、 これちょっとわかんないんですけども、宝くじ券と報酬ポイントの両方もらってるんですよ。報酬ポイントは毎日ねリワードポイントとしてもらってるんで何も不思議はないんですけども、宝くじ券っていうところがあるんでそこをクリックしてみるんですよね。そうすると宝くじを買うことができるっていうことなんですよ、ね、宝くじチケット2枚、紹介者がプレイするロールごとに何とかかんとかって書いてますけども、まあ宝くじが当たれば 0.01ビット、まあこれ10万円ぐらいですかね、もらえたりとか6万円とか3万円とかもらえるみたいなんで、まあやっといて損はないかなと思うんですけども、問題は宝くじはタダなんですかって話なんですよ。で私さっきねたまたまね間違いで82枚買っちゃったんですよ。その前41枚買っちゃったんですよ。で合計で123枚買ってしまいました、間違えて。で宝くじの購入には代金がかかります。で今度82枚のチケットを買おうとしたらね、0.00082BTC をこの右上から消費するそうなんで、消費されちゃったんですよ私。でもほとんど物にならないぐらい減った数が分かんないですね。だったらこちらを狙って宝くじ買っといてもよかったのかなと思いますけども、今度宝くじ買おうと思ったら164必要なんですよね。例えば買ってみましょうか。164ね、右上のビットコインの数値29222覚えておいてくださいよ。164を1チケットあたり1サトシビットコインで買います。で買ういきます。そうするとあ減った、確かに減りましたね、確かに減って購入できましたってなりますね。最大 20BTC をかけて勝ち取ろう。今すぐマルチプレイ BTC をプレイしましょう。いやプレイしたくない、これは減りそうだ、かなりやめとこう。はい、ということなんでやりませんけれども、これはね、うん、でなんだ、まあそういうことですよ。宝くじ買うことができるってことです。その他ねお得情報もう一個お知らせしておきます。それが紹介なんですよ。この動画を見た後にこの無料のビットコインね、ぜひあなたにも参加してもらいたいと思いますけども、参加したらどんなメリットがあるのと、紹介する人、私のメリット、この動画を見てくれている方がこの無料のビットコインに参加すると、新しく参加した方がいろいろ活動した結果 50% 私がもらえるみたいです。だから参加してください。そしたら私もねほんのわずかなコンマ数円ですけどももらえそうですで紹介された人のメリット、当然紹介された人にもメリットないといけないですよね。実はねここまではよくある形なんですけども、なんとね私の稼いだ部分の一部があなたに入るっていうことがあるんで、参加したら何もしなくても残高が増える可能性がありますよってことです。私は自分の稼いだ 25% を分配してますって書いてますけども、これは私じゃないですよ。このまとめサイトを作ってくださった方のやり方だそうです。じゃあ私が 50% 分配っていうことになると、私の方から登録してくれそうでしょ。で私が何パーセントこれ分配してるのかちょっと覚えてないんですけども、何パーセントだろうというところで今回の動画は以上です。よろしかったら動画概要欄からこの無料のビットコイン参加してみてください。では